さあやっていきましょう。マップはコケ村ですね。お相手の編成確認していきたいと思います。さあお相手の編成、オフェンス曲芸師、そしてうん、機械技師。はい、なんか最近思うのが、自分がミスしなければ感謝無常でいけるのではないだろうかというね、瞑想に浸っております。自分がミスをしているから、そう、録画とか見るとね、やっぱね、自分がベル外したりしてるんですよね。よく立ち回りの問題なのではないかということで、今回の目標はね、ベルを一回も外さないということで、今回の目標にしていきたいと思います。さあ対戦よろしくお願いいたします。さあ船上かな、まずは誰だ。ポストマン、うん、まあポストマンでもいいかな。正直ポストマンでも悪くはない、まあ、義士置いたいけど、オッケー、しっかり読み勝っていく。さあフライホイールもクロム城であれば攻撃を2回振ればで、このクロム、こいつはあー避けれないか、避けたかったんですが、でもう一回ね同じようなことをすれば、あーなるほど、いやダウン取れるぞそれ。ね、ここもねしっかり見ることが大事でしたね。オッケー、比較的早めのダウン。さあ機械技師がただ野放しになってるから、機械技師もねしっかりとロー等は壊しておきたいんですよね。さあ揺れ確認しよう、うんうん、123箇所、機械技師が多分、まあ、向こう側でロボットいじってるんで、どこから来るのかな、ちょっとわかんないですね、これに関してはあんまり。うん、いたいたいた、オフェンスか、オッケーオッケー。あースタン食らっちゃった。まあまずここは確実にオフェンスに1段目で、ベル必ず当てて、ここ蘇り、オッケー、しっかり引き打ちを意識して上げていくと。うん、 OKOK、 オフェンスが返ったことを確認してからしっかりと取ることができましたね。まあまあまあ順調順調、オフェンスもしっかりいなせていますし、さあ揺れもねさっき確認したところ90に来る方向はねあらかた分かってる、多分こっち側、ちょっとちょっかいかけるけど義士だよね、そうだよね。でオフェンスも向かってるってことはまだ救助はねいけてないってことなんで、 OK、 いやーこれしっかり対処できたな。義士のロボットも壊しておきたいんだけどね、ここは分かっていたのか、はたまた感謝を取りに行ったのかは定かではないが、しっかり壊してボールをね、ここは消費させていきたい。 OKOK、 ボールさえなくなってしまえばこっちのもんだぞと言って、で感謝を置いて OK、 でここは釣らなくていいや、ロボ守ります、ロボ壊しちゃいましょうか。ベル警戒してんのかな、あ、今日の目標失敗本日の目標失敗でここも焦んない、焦んないで確実に、え、そんなに当たらないもん、それじゃいいや、そんなに当たらなかった今そんなに的外れましたかねyou
いやー回るな。そんなに当たらなかったんだろうか。まあいいでしょう。でよくないけど、オフェンストンネルか、はたまた曲芸師か。曲芸師はないな。オフェンスですね、これは。いや、オフェンスじゃなくていいや。義士だな、義士。オッケー。そのロボをどうするかだよ。多分特段どっかに置けるわけでもないからな。オッケーオッケー。で、まあ多分そこはつくけど、オッケー、これでオフェンスは飛びかく。弾果たしちゃいましょうか。オッケー、ラッキー。はい、オッケー。まあ、これは義士なんでね、つかないでしょう。オッケー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 。しっかり丁寧に立ち回ることさえできれば、しっかりとこの試合を勝利できるというねことですよ。まあ、まだ勝ってませんが、ここからもしっかり丁寧に立ち回っていきたいな。オッケーオッケー。でここはしっかりと、この耳鳴りなんだろう。まあ、ただこの耳鳴りは一旦無視でいいかなとも思いますね。うん、まあ義士であろうが曲芸師であろうがつかないことには変わりないので、 OK、 しっかり引き打ちでダウンを取っていきます。よし、いや上下監視でも戦えるぞ。丁寧に行こう。焦らずに丁寧に行くことの大事さをちょっとね、この試合を通して分かったような気もする。さあ、あとはあっちにいる曲芸師を、追っていきましょうか。焦らなければ勝てるのではないだろうか。はい、 OK、 対戦ありがとうございました。はい、それでは2試合目の方やっていきたいと思います。さあ、マッパ付きの会公演ですね。お相手は、患者呪術師曲芸師祭司となっております。エリア選択ですね。エリア選択も最近デフォルトになってきましたね。うん、まあ毎回エリア選択があるので、まあ、しっかりねサバイバの位置確認しながら追っていきたいと思います。まあ初手は患者かな、患者か祭司ですね。まあ祭司かな、このメンツだったら。さあ、スポーンどこにしようかな。まあ多分祭司はね橋上にいると思うので、うん、橋上ですね。橋上の祭司しっかり狙いながら戦っていこうかなと思います。さあ、対戦よろしくお願いいたします。うん、やっぱりね最近上下が本当に強い。うん、もう上下無常ですね。いたわりがないのは自分は性に合っていないのかもしれません。傲慢がね本当にね、もうずっと自分上下だったんで、やっぱ傲慢のいたわりのなさ、ちょっと窮屈ですねやっぱり。まあ、ただ興奮使わなきゃいけない編成とかもね、今の環境少なからず、まあ、今怒り3振ってね、まあ、調整してるんで、まあ、興奮をねなるべく積まないで傲慢でもう、戦えるように、まあ、傲慢じゃなくても戦えるように、怒り3でまあ調節して今戦っているんですが、まあ、やっぱりね本当にスターンキャラが多いパーティーですので、今の編成はスタンキャラが多い、まあ、編成が多いので、まあ、そこら辺ね、うん、どうしても興奮を積まなきゃいけない時とかもあるんで、まあ、仕方のないことなんですがね、まあ、今回も、上下感謝じゃない神出鬼没ですね、上下神出鬼没でやっております。さあ、ここはしっかりと、入り口を塞いでここに留まらせたいんですね。地下があるのでここはできるだけここから離さないようにっていう感じなんですが、ここで焦ってね
ちょっと時間食ってしまいましたね。さあ、ため攻撃当たらない。鬼没光った。そう、ここね、もう、ここもったいないですよね、めちゃめちゃ。地下があるから、本当にここからどうしても話したくなくて。で、結構焦っちゃって、鬼没もね、適当に撃ってしまいましたね。まあ、あのぐらいのちっちゃなオブジェクトだったら、まあ、多少ね、雑に撃っても、まあ大丈夫だろうと思っていたんですが、まさか見事にイルミネーションしましたね、ここは。さあ、ただまあ地下があるので、まあ地下に釣ってね、その地下のアドバンテージをしっかり掴んでいきたいなって言ったところでしょうか。さあ、釣っていきましょう。ただ、救助狩りがね、今回、祭司がいないんで、まだ救助狩りできる可能性は高いんですが、やっぱりね、曲芸師とかだと救助狩り難しいので、まあ、そこら辺しっかり工夫してね、やっていきたいところですね。さあ、患者がいますね。ここ、クロム城になりたい。どうしてもクローム城になりたい。白だと患者ね、救助狩りしづらいんだよな。さあ、救助狩りができるのか、果たして。おや？おや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 。あー、できますね、これは。これはできますね。見事に自分の体に当たって、しっかりと救助狩りをすることができましたね。ここは大きい。とても大きいですね。さあ、ただ救助にまだ行っている様子は、今行ってんのかな？ただちょっとここ患者をね、ダウン取りたいなと思って、患者にちょっかい出したんですが、無理でしたね。さあ、ここは救助に行ってそうなんで、一旦戻ります。救助向かってますね。さあ、曲芸師がボロ体を使った感じですかね。さあ、落下攻撃を決めたいが、ここは落下攻撃が入らず、まあ、黒玉を当てられてしまうと。さあ、ただここはもう、完全に張る流れですので、ここはしっかりとベールを当ててダウンを取っていきます。まあ、悪い展開ではなさそうですかね。ただ、まあ、初手ちょっと時間かかってしまったっていうのと、患者がね、ダウン取れていないので、通電はすぐしてしまいそうですかね。それがちょっと、心配っちゃ心配かなといったところでしょうか。さあ、しっかり祭祀を釣っていく。患者狙いたいですね、ここ。曲芸師、本当に追ってもね、追っても追える気がしないので、遊園地の曲芸師。まあ、患者追いたいんで、患者見つけたら飛びたいんですが、今、呪術師は論外ですね。スタンも溜まっていきますし、本当にいいことないので、まあ、呪術師を追うつもりは毛頭ございません。さあ、1個鍵爪を使っても、これで3つ使ったかな？ 3 つ使いましたね。さあ、溜め攻撃でしっかりとダウンを取っていくが、シンポジのところが揺れてますね。さっきまでずっと曲芸師が回していたので、これはもう多分通電しますかね。通電する流れですね、これ。さあ、呪術師ももうすでに、救助に向かってきているので、ここ本当は殴りたくないんですが、まあ殴らないとね、どん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 、溜まっていってしまうので、そう、ここなんで殴ったのかわかりません。ここ殴らなくてもよかった。スタン1個溜まっちゃった。これで。まあですが、患者を即ダウン取れれば全然ある。鍵爪も1個使ってるので、ここは即ダウンをしっかりと取ることができた。やっぱり鍵爪使わせることの大事さっていうのはね、ここで現れたんじゃないかなと思います。アイテム消費は大事ですね、本当に。さあ、まださすがに開かないんじゃないかといったところですが、ここでね、安直にゲートに飛んでしまうと呪術師の3スタンを食らってしまうので、ここはしっかりワープをして、ワープの傘だけ出して、まあ、牽制をしていく形になりますね。さあ、呪術師がいることを確認しました。ですが、ここで耳鳴りがするので、耳鳴り元を探してみると、曲芸師ですね。まあ冷静に考えたらそうなんですよ。曲芸師ってゲートを開けるのがめちゃめちゃ遅いし、なおかつ負傷している、まあ、呪術師がねこっちに来ると、まあ、吐息とかでもバレてしまうので、まあ、基本的に曲芸師が来るかなといったと盤面だったので、ここはいい判断だったのではないかなと思います。対戦ありがとうございました。